3次元はこれまでアニメーション制作をやってきた会社で、元請けも下請けも今どちらもやっている会社になります。で、テレビアニメの制作だとか、劇場アニメの制作、あとは、ゲーム内ムービーだとか、そういったものを作っていたり、という形になっています。で、今は全国8拠点で、作ってまして、今330人くらいいるのかな、そのくらいの人数でアニメーション制作を行っているという会社になります。で、私はシステム開発部の情報システム側の部署のマネージャーをやってまして、一般的な機材の管理だとかもありますし、あとはネットワークとかサーバーの管理みたいなところもありますし、また社内のシステムを作ってたりもするんですね。そういったものをマネージャーとして統括しているっていう、そんな仕事を今させてもらってます。実はリモートのワークステーション自体はちょっと前から、コロナになる前から検証などはしていまして、とはいえ、現実実用レベルにないなとは思ってはいたんですね。現場の人にも検証してもらって、特にスタジオ内とかで使う分には良いでしょうというところなんですけど、スタジオ外に出た時に、厳しいみたいな話があったのっていうのは、多分他の会社さんも似たような話は多分あったとは思うんですけど、現実そういう下地はありましたと。その上で VDI みたいなのも実は検証していたりはして、リモート VDI もしくはスタジオの外から VDI みたいな、その上で、結局使えないなみたいな話がなってはいましたと。とはいえ、じゃあコロナになって、使えないではいられないっていうところになったっていうのがあります。で、要望みたいなのは結局いろいろ理解してはいる中で、喫緊でインフラを作らないといけなくなったというところで、もうどうしようもないので、全てのリモートソフトを片っ端から検証して、いいものを選択しようというところで、最終的にはスプラッシュトップさんを選択させてもらったんですけども、結局課題としてはクリエイター側が何を思っているかというと、操作に対して、レーテンシーが低いこと、すぐに応答が返ってくること、これ自体は皆さん同じだと思うんですよ。そこにプラスクリエイターが思っている内容っていうのは、例えばデータを作る側で、モデルを作る側、モデラー側で言うと、色が正しいこと、作ったものに対して正しい色が出ているかどうかっていうのがあったりはします。あとはアニメーター側で言うと、映像を作ることになるので、フレームレートがちゃんと出ているかで、かつ絵と音が一致しているかっていうのも、一つ観点にあったりします。で、さらにこれらをチェックする側も同じような要件があったりして、結構要求が要は高いんですね。操作できるだけではなくて、色の正しさやフレームレートが出る、もしくはこれコロナ当時はできなかったんですけども、デジタル作画、絵を描くっていう人でいうと、そもそもデバイスを使えるのかっていうのがあったりはすると、そういったいろんな要件があって、その全てをクリアできるかっていうと、当然当時はできなかったっていうところもありながら、じゃあ最適解を目指すっていったところで、何個かソフトが上がりました。その中にスプラッシュトップもあったんですけども、で、プラスアルファで僕らの要望としては、とはいえ社員数がそこそこいるので、セキュリティをちゃんと管理したい、誰がいつ使っているのかをちゃんと可視化して
見たいっていうのがあります。これは情報システム側の要望として、ありましたと。でいくらそのいい絵が転送できたとしても管理できなければ使えないっていうのがありますと。それはこれは僕らの要望なんですけども、そういった面で一番バランスが取れていたっていうのがスプラッシュトップさんだったっていうのがあります。もちろん管理ができてもクリエイティブがダメだと使えない、クリエイティブができても管理ができなければ使えない、そのバランスが一番良かったっていうところですね。それが、まあ、スプラッシュトップさんを使わせてもらった、まあ、一番 の, その理由っていうところですね。そんな流れになりますけど、リモート専属の人は完全にスプラッシュトップを、付与してまして、外から会社にあるマシンに対してアクセスして仕事をしているという形になっています。まあ、同じ話で、会社にも来たりもしくは自宅でやったりっていう人は、まあ、同様にスプラッシュトップを付与していて、まあ、会社に来たら自分のマシンを使えばいいし、自宅ならスプラッシュトップでアクセスして作業をすればいいし、でそれであれば会社に来ようが自宅でやろうが全く同じ環境で仕事ができるということを、まあ、担保できるので、そういう意味では、まあ、本来はやりやすいはずだろうなと思いながら渡しているというところですね。でプラスアルファで、まあ、様々な理由で、会社に来れない場合にスプラッシュトップを渡して一時的に渡して作業してもらうというのもあったりはしますね。じゃあ全ての作業ができるかというともちろんそうではないんですけども、現実的に特にでいうとアニメーター側ですね、アニメーション側が今までは全く使えなかったものが、まあ、コマが全く出ていない、コマが遅れている、絵と音が一致しないっていうものが少なくとも作業できるようになったというのは特に大きくて、まあ、そういう意味ではクリエイターからするともっとクオリティを上げたいっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、上質側から見ると、まあ、とはいえ、まあ、ギリギリ悪くないかなというところではあるかなっていうのが、まあ、私の感想ですっていうところなんですけど、あとは、まあ、管理側から見るとやはりそのちゃんと誰がいつ使ってるかっていうのが見えるっていうのと、ユーザーの認証をちゃんと取ることができる、コントロールすることができる、不要なデバイスは切ることができるとか、そのコントロール側は大変やりやすい、今誰が何を使っているのかも見えるっていう、それは大変良いなと思っています。その VPN が果たしてセキュリティが高いのかっていうと諸説あるんだろうなとは思ってはいて、その、まあ、いろんな VPN のアクセス方式もいろいろあるでしょう。ある中で VPN を使うということはそもそも相手方の端末を信用しているっていうことだと思うんですよね。それがそうあるべきなのかっていうと違うと思っています。相手を信用せずにリモートを許可するっていう意味ではスプラッシュトップは悪くなくて、僕らがいつでも信用できないと思ったら切ることができるので、まあ、それは VPN は別に切ろうと思えば切れはするんですけど、まあ、VPN が果たしてゼロトラスト的なのかというとそうではないとは思っているっていうところがあります。その結局境界制御も、境界のファイアウォール制御もちゃんとしないといけないし、制御をしたところでじゃあ何を許可するのかっていうのを結局コントロールしないといけない、それがそうあるべきなのか、まあそういう、まあ、いろんな課題がある中で、まあ本当にこれ諸説あるとは思うんですけど、VPN 自体を本当に信用していいのかっていうところなのかなとは思いながら、はい、まあ、考えているっていうところですね。その中で僕らはリモートアクセスは良いと思っているっていうところですね。デジタルの技術はどんどん進化していくとは思うんですね。でその中で、まあ、最近も VDI みたいな流行りとしてユーザー側がマシンを持たない、持たないというかアクセスするためのマシンは持つんですけどっていう流行りも
まあ、あったりはして、とはいえそれがクリエイティブが扱えるかっていうと現状扱えてはいないっていう、その課題があるからこそあのクリエイティブ側っていうのはリモートになりきれないっていうところがあったりはするんだろうと思ってます。でこれの課題が今後クリアされていけば、例えばクリエイティブだろうと、物理的な場所にとらわれないっていうこともまあできるんだろうと思っております。でその上でその物理的な場所にとらわれないという環境がある上で出社を選択するのか、リモートを選択するのかは自由な環境が作れれば、それはまあ素晴らしいとは思うので、そういう要は選択肢がある環境っていうのを、まあ、まあインフラ側としては作っていければいいのかなと思いながら、技術を眺めているって感じですね。